豪華クリスマスプレゼントを大放出。はい、やるね。何番にしますか。3番やるね。やるね。やろう。映画軽音。あーこれもね、揚げ物 TV をご覧の皆さん、こんばんは。軽音で平沢優也を演じさせていただきます。何もできへんかったね。ギターやるんですよ。秋山美代役の近瀬陽子です。大中律役の佐藤さとみです。ことぶきつむぎ役のことぶき美奈子です。皆さん綺麗ですね。中野あずさ役の竹田つやのです。みんな映画軽音、ただいま絶賛公開中です。皆さんもう見ていただけましたか。ありがとうございます。乾杯。高校卒業を目前に控えた軽音部の面々は、後輩のあずさと一緒に卒業旅行でロンドンへ行くことに。声優の方めっちゃ出てません。出てます出てます。声優の人めっちゃ面白いでしょ。アイドルとしても出てるし、あとバラエティーにもね。さまざまな思いを抱えてロンドンへ向かう5人。5人一緒の初めての海外旅行。一体どんな出来事が待っているのか。映画軽音、ただいま絶賛公開中です。そして先日ユニバーサルスタジオジャパンで行われたイベントに声優陣5人が揃って登場。やだこんにちは。めっちゃファン来てますやん。ステージでは映画軽音の主題歌などを熱唱。お客さんも大盛り上がり。そら嬉しいか、かわいいし。映画軽音とともに今大人気の5人。そんな皆さんにクリスマスの思い出について聞いてみると、なんかクリスマスのケーキの箱がこうパカッと開けるサイズだった。だからガバって冷蔵庫から開けてこう出した瞬間に、敷いた瞬間に私たちからも皆様にプレゼントがあります。まず一つ目こちら、じゃん。軽音限定6面体パズル。ありがとうございます。すごーい。ガチャガチャしてください。みんなやっぱ綺麗ですね。声優の人は何回も言うね。さらに声優5人がサインを書いた軽音特大パネルもプレゼント。うわ。それでは皆さん、メリークリスマス。あげぼよ。これかわいいな。かわいい。これはちょっとやばくない。殺到するんちゃう。ねえ、めっちゃ人気やんだって。指そのままでしゃべる。さあ続いてのあげおもろい話をしてもらうのは、あげぼよ TV をご覧の皆さん、こんばんは。どうですか、みんなクリスマス。クリスマスか、そうですね。なんかあるかな。私ね、うん、小さい時にね、うん、まだあのサンタさんを信じていた時ね、うん、サンタさんやめろやめろやめてやめて。おもちゃが欲しかったんだけど、おもちゃが欲しかった、ね、サンタさんにおもちゃくださいねってこう書いて、うんうん、寝てね、起きたら、あ、プレゼントがある。キーボードキーボードお父さん間違えてる。私ね、お母さんと妹と一緒にクリスマスケーキを作った思い出があります。スポンジから焼いて、でもちっちゃい時、小学校3年生くらいの時に作ったから、もうとりあえずフルーツを中に入れようってことになってたくさん入れすぎて、なんかいっぱいフルーツがボロボロこぼれて、それを家族みんなで食べたっていう思い出があったかい。すごい楽しかったなっていうのを覚えてるんだけど、私は小さい頃、私の知っているサンタクロースはみんな煙突から入ってくるタイプだったの。あ、そうなの。よいしょっつって入ってくるタイプだったんですけど、うちには煙突がなかったので、はい、鍵を開けて寝たんです。わあ、鍵を開けて寝て、で夜中気になるからこうで玄関を見に行くたびに鍵が閉まってダメだこれじゃサンタさんが来れないガチャって開けて、また寝て見に行って、うん、あ、閉まってるっていうのをもう4ターンぐらいっていう、ちょっとサンタさんとの戦い、うちの中にいるサンタさんとの戦いを。お母さんやめろやめろやめろ。うちのサンタさんは、私も何が欲しいとか手紙に書かなかったから、うん、キャラメルポップ
コーンをね、でパッて裏見たの、そしたらお年玉袋ついてて、お金入ってたの。現金あるー、ね、だんだん夢がこぼれてる、なんだ、あったかい夢から。じゃあ、夢のあるクリスマスの素敵なお過ごしください。忘れられ